そうだとは思いますけど。すまなかったな、いろいろと。自分らが悪いんですから。ただ皆さんに逆らうのをやめたのは別にそれだけが理由ってんじゃなくて、皆さんが作った綾菜司祭の作品に、なんつうか感動して、自分らのやってることくだんねえなーなんて思えてきちまって。君ら。どうした？なんすかね。最近自分ら体の調子も悪いみたいで、あちこち痛むんすよ。風邪か？ですかね。なんか風邪に似てるような、そうでもないような。それで自分ら何を手伝えばいいんでしょうか。頼みというのはだな。ありがとな、春杉。何がだ？いや、さっきさ。気にするな。君の気持ちもよくわかるからな。春杉。いや、なんでもない。笹丸くん。ん？忘れたことだろ？ああ、そうだな。青ね。変態！できれば距離を置かずに話を聞いてほしいなとか。ちょっと遠すぎて声が届きそうもないし。何変態？何で切ってくれないと、変態の種類に関して議論しそうな感じだけど。まあいいや。ちょっとお願いがあってさ。お願い変態？なんか語尾に変態ってつけるキャラみたいになってるけど。まあいいや。確か、青組のみんなも学園のマニュアルに従って生活するって提案に賛同してたよな。ええ、言ってることは至極真っ当だと思ったし、そのマニュアルをこれに変えてくれないか。本気でこのマニュアルに従えって言ってるの？俺たち自身信じられない。でも少なくとも俺たちはそれが理由なんじゃないかって思ってる。だからみんなにもそうしてもらうことで病気の緩和につながってくれれば嬉しい。俺たちの症状の方がみんなよりも軽いなんて自己申告に過ぎないわけだから、そこは信じてもらうしかないけど。ダメかな。わかったわ。え？うちのクラスのみんなに話してみる。いいのか？だってあんた、前と変わらないんだもん。ここのところ、皆の目つきとかおかしくなってきてるのに。
あんたは前と変わらないキラキラした瞳で。とにかくクラスのみんなに話してきてあげるから、それでいいんでしょ。ああ、ありがとう。勘違いしないでよね。私はクラスのみんなのために言ってるだけよ。もちろんだ。みんな、どうだった？申し訳ございません。皆様は聞く耳を持ってくださいませんでしたわ。私も、おかしなことを言うなって怒られちゃった。そうか。悪かったな。変な役を頼んで。春次はどうだった？今、私の子分どもが手分けをして行っている。相変わらずガキ大将だね。何を言う。私みたいな清楚で可憐な真相の霊嬢がこれに従えと言ったところで効果はないが、あの無駄にこわもて揃いの白組連中が衣服面に行けばそれなりに効果があるかもしれないじゃないか。あ、それが春杉ちゃんの言ってた作戦？そうだ。名付けて、カツアゲしてるように見えて、実は人助け大作戦。命名がそのまますぎる。というか、その作戦なら、春杉は一人でも彼ら全員を上回る成果を叩き出しそうな気もするが。それはどういう意味かな、笹丸くん。すいません。あんま思ったようにはいかなくて。そうか。みんな意固地になっちまってるみたいで、ちょっとやそっとの説得じゃ動いてくれそうもないっす。仕方ないさ。彼らだってようやく安心できる基盤を得たんだ。ご苦労だったな。いえ、できればお役に立ちたかったんですが、すいません。使えない奴らだな。やっぱクズはクズか。なんもないっす。あ、すまない。今のは違うんだ。すまない。じゃあ、やっぱり、あの生徒会のマニュアルには効果があって。あくまで、進行を遅らせることができるというだけ。私もいつかシュウ君みたいになりたいな。
あのさ、ヒヨ。はい。と。夕焼け、綺麗だな。なあ、ヒヨ、こんな時に流れてきそうな曲ってさ。こんな時というのは夕刻という意味ですよ。それとも私たちのように男女が共にあるという意味ですね。なんていうか、卒業式というか、アンにもう帰れって言われてる気分にさせる曲。なるほど、そういったシーンに流すべきものとして定着している曲は。その曲の元となっている故事は。はい、ヒヨ。大陸慶節の功という故事ですわ。では、慶節の功はどなたの故事？はい、旦那様。おやおや、またか。そして私たちもまた覗いてるわけなんですが。これは覗きじゃない。見守っているというな。そういうのって、理論武装って言うんだっけ？しかしあの男はいつになったらあの会話の意味に気づくんだ。社員。中国は秦の時代、社員という若者は貧しさゆえに明かりとなる油すら買えなかった。だから彼はホタルを数十匹袋に入れ、その明かりで本を読んだという。はい、実にこじらしく実現不可能な昔話ですわね。え、そう？ええ、ホタル程度の光では数十匹集めたところで書物など読めませんわ。とある研究者が試したところ、1000匹ずつをカゴに入れて両脇に置けばなんとか読めたそうですが。加えて2000匹のホタルの羽音が。はい、この話はおしまいです。各自解散。そうか、おそらく今心中でツッコミとか入れてるんだぞ。そもそもどうして会話が成り立っているのかを考えろというのに。クソ、笹丸ほふられろ。久しぶりに聞いたね、そのセリフ。このところいろいろあったからな、ついつい義務がおろそかになってしまった。
勤務だったんだ。しかし、まったく、ヒヨ君は言うほど理系じゃないってのに。頭良すぎるんだよね。どっちの考え方も持ってるっていうか、いろいろ混ざっちゃってるっていうか。ヒヨ君自身もいつの間にか勘違いしてるみたいだしな。すべて、わけのわからない知識だけ豊富なあの男が悪い。生地理解できちゃうだけに、合わせようと必死で勉強してたら、ああなっちゃったんだよね。なんといういたわりという愛。あの子は谷を救ったのじゃ。まったく、ひよちゃんにはかなわないね。しかし、笹丸くんは笹丸くんなりに、ひよくんを元気づけようとしているんだろうな。私たちにも何かできることはないかな。ひよくんの元気のもとは何だ？笹丸ちゃんだね。やるか。やりますか。おや、笹丸くんじゃないか。あ、笹丸ちゃん。そんなところに突っ立ってないで、座ったらどうか？あ、ああ。時にも、笹丸くん。ああ、君はほら、昔のヒヨくんのこととか覚えてるか？覚えてるか？覚えてる？どんな子だった？優しい子だった。当たり前だ。お前は何言わせたいんだ。笹丸ちゃん、笹丸ちゃん。お？笹丸ちゃんとひよちゃんって昔からよく難しいお話してるよね。難しいって、ああ。あれは難しいんじゃないんだ。妙なことを知ってるってだけで、俺の偏った知識に合わせられるひよがすごいんだ。ひよちゃん、頭いいもんね。ああ、ひよはすごい。あれが本当に頭がいいってことなんだと思う。どうすればあんな風になれるんだろうね。どう？私バカだからさ、ひよちゃんみたいに頭が良くなるにはどうすればいいのかなって。すごいな、荒木くんは。ん？どう思う？笹丸ちゃん。荒木だってすごいと俺は思うけどな。そうきたか。ここで私の出番だ。今笹丸くんは
ヒヨ君は頭がいいと言ったな。自分の偏った知識に合わせられるヒヨ君はすごいと。ああ。では、ヒヨ君に合わせられる君もまた頭がいいんだろうな。まさか。言ったじゃないか。ヒヨが俺に合わせてくれているだけで。それですら時々、ヒヨが何を言ってるんだか本気でわからないこともある。ほう、そうか。ああ。やっぱ頭の構造が違うんだろうな。俺なんかとは。笹丸くん。私は思うんだ。賢い人に対して頭がいいという言葉で一括りにしている人は、実際物事を深く考えずに投げ出しているだけなんじゃないかと。え？ハルツギちゃん、それは遠回しすぎだよ。ん？笹丸ちゃん、あのね。ああ。ハルツギちゃんが言いたかったのは、ヒヨちゃんがどうして頭がいいのかをもっと考えてあげてほしいということなの。あ、はあ。頭がいい人ってどうして頭がいいのかな？才能かな？じゃあ努力しても頭は良くならない？私はずっと頭良くなれないかな？そんなことない。ね？つまりそういうことなんだよ。ダメだ。もうやっぱり殺そう。許される殺人だってきっとあるよ。投げ出しちゃダメでしょ、ハルツゲちゃん。では、ここで質問です。ああ。あなたに彼女ができました。相手はもうあなたに惚れに惚れまくっており、何をしても構いません。さあ、あなたはどうしますか？どうって、うん、何でもいいんだぞ。デートするでも、セックスするでも。セックスって言うな。成功するでも、交合するでも、交接するでも、上行するでも。全部一緒だ。お前なんでそこだけ妙に語彙が豊富なんだ。肉奴隷として調教するでも。悪くなってるよね。もうちょっと考えてから口に出そうね。で、どうなんだ？大事にする。おお！これは、なんという予想外の返答。
年頃の若者とは思えない健全な反応。これではまるで汚れているのは私の方みたいではないか。ある意味笹丸ちゃんっぽいのかな。しかし問題は、本人が前提条件に全く気づいていないということ。え、ああ、発動したい。それから唾を吐きかけて、服で隠れて見えないところをしこたま殴りたい。すまない。ああ。ヒント、ヒントをくれないか？ヒント？あのな、君の目にはだな、ヒヨ君の努力が一体どう映って。皆様、何のお話ですの？あ、ヒヨ。やきに、それってイタリアの車にキャラクターの絵を貼り付けていたしゃって言ってるのと同レベルだぞ。ハルツネちゃん、ハルツネちゃん、慌てたからって無理してボケすぎだよ。まあ、というわけで、我々はこれで失礼。お邪魔しました。ハルツゲ、待ってくれ。ハルツゲ。頼む、教えてくれ。さっきのはどういう意味だったんだ？どうって、そのままだ。だからそのままってどういう…と！いた、何すんだ！悪い、いないと思った。お前は一人じゃない。いつだって俺たちがいることを忘れるな。え、あ、ごめん。よし、これか。なんだその手応えを感じたって顔は。いや、次に来たらこれ言ってやろうと思ってて。何を無駄な準備を周到にしてるんだ。で、どういう意味だったんだ？鈍感を